奈良の鹿さんたちは、日本の奈良公園に生息するニホンジカで、国によって天然記念物に指定されています。彼らは単なる野生動物ではなく、神の使い、とされており、地元の伝承や文化にも色濃く反映されており、早起きは三文の徳、のことわざがその一例です。江戸時代、死んでいる鹿が家の前で発見されると家主は罰金として三文を徴収されていました。そこで、朝早起きして家の前に鹿が死んでいればこっそり隣の家の前に移し、罰金の三文を払わずに済んだことから生まれた。鹿さんたちは、奈良公園の芝生を食べることで自然の芝刈り機としての役割を果たし、これにより年間約100億円のコストが節約されています。また、鹿の角を加工して作られるお土産品は観光客に人気があり、売り上げの一部は鹿の保護や公園の維持費に充てられています。世界的に見ても、野生の鹿が人間と共存する地域は珍しくありませんが、奈良の鹿さんたちは特に有名で、多くの観光客がその姿を見るために訪れます。今日はそんな鹿さんたちのネットの反応を見ていきましょう。外国人、日本の奈良県で雨宿りしてる鹿が可愛らしすぎる。雷鳴も気にせず人間と一緒に平和に座ってるのがすごく良い。これは素晴らしいな。可愛らしすぎる。人間が周りにいるのにどうしてこんなに落ち着いてるんだ？これは奈良だ。人間と一緒に鹿が暮らしてることで有名な場所だよ。まるで、家にいるみたいにくつろいでるね。彼らは何も知らない観光客に忍び寄って、財布から地図を抜き取って食べるのが好きだ。自分もビスケットをあげようとしたら、地図をひったくられてその後優雅なお辞儀をされたよ。鹿にお辞儀をすると、鹿がお辞儀で返してくれる。しかしおやつをあげないとわかると殺気を出してくる。すごいな。自分も今すぐに行きたくなってきたぞ。奈良の鹿は信号を守って、横断歩道を渡れるらしい。待つだけでなく、お辞儀もする。奈良の鹿は、街の中を自由に歩き回り生活している。偶発的に自動車に出くわす北米の鹿よりも、はるかに都市環境に慣れているのだ。日本人は動物にマナーさえ教えている。外出自粛中の奈良県、鹿に支配される。右手の持ち合い襲撃か。川よ。草。観光客が鹿せんべい与えないかららしいな。鹿せんべいはおやつみたいなもんや。主食は芝生とか草や。普段ここまで来ないけどな。映画でも見に行くんかな。鹿はコロナにかからんのか？世界で今まで2、3件くらい、人からペットに感染したケースがあるらしいが、かかると判断するには症例が少なすぎる。去年、Y が行った宮島の鹿。勝手に取ってもええんやで。宮島の子は奈良に比べてのんびりしとるよな。花火大会の時は凶暴化するけど。宮島の鹿はちっちゃくておとなしくてかわよ。奈良の鹿はでかくてうざよ。他にも腹でー。かわいい。これ放送された時デマだとか言われてツイッターで拡散されとったな。不思議やな。東京ジャングルやね。わい先週奈良旅行したで。かわよ。若いメス鹿。顔整ってんな。この前行ってきたんごよ。かわいいやろ。ハゲうまそう。カラスにスティールされても動じない。草。嫌がらせかな？奈良公園ガチで人いなくて草。奈良公園鹿を、あいつ鹿せんべい買うやんけ。鹿襲ったろ。なんであいつら売店襲わんのやろ。買おうと思うと、待ち構えてきて、手にすると服やパンフレットごとかじられる。店主にしつけられたんやろ。ちゃんと買うの待ってるから、そこだけはだいぶ利口やわ。売店の前に立つと鹿の視線が一斉にこっち向く。野獣の眼光やん。かわいい。店のおばちゃんは容赦なくバチバチ行くからな。バチバチってなんや。野生の鹿を怠慢でやっつけたら100万円。余裕やで、人間なめんな。奈良やとこれくらい普通やぞ。鹿せんべいあげたら言うこと聞きよるで。実際には象の方がでかいんやろうけど、なんかこっちの方がでかく見えるわ。威圧感やばい。ノーマルサイズでも無理やろ。トナカイやん。クソで買うししそう。こめかみへの蹴りで一撃や。成獣では？後ろからマウント取って頸動脈連打ですも。所詮は獣。コツさえわかればなんとでもなる。急騰でうんたらかんたら。竹井壮かな。そういや、竹井壮はヘラジカ見て110の王を目指したんだっけ。虎じゃないのかよ。遠近法やろ。上裸の人、ヘイって逃げてそう。紀元山で首ちょんぱしたらええやん。雪をブルドーザーみたいにかき分けながら爆走してるジフ見たときビビったわ。これほんま怖い。やばすぎない。これや、これ、3月。こんなん引かれたら一発やん。かなり積もっとるし足丸々埋まってるのに、これってどうなっとんねん。へ。かっこよ。草食動物とは何だったのか。草食動物が弱いという風潮が間違ってる。大抵の肉食動物より草食動物の方が大きいし、オスはオス同士で喧嘩するから気も荒い。なんや、怖すぎない。これ最初の方、カットされとるな。
はじめは撮影者の進路上を爆走してたんやが、撮影者を見つけて進路変更した結果、こんなブルドーザーみたいになったんやで。優しい。出力絶対1馬力以上あるだろこれ。自分に向かってきたら腰抜かすわ。冷え。テンション上がってる女の子かわいい。優しい。心も広いのか。これが進路、今日、やね。はい。はっや。エネルギーやばいわ。人間とはパワーが違いすぎる。1馬力ってこんな強いのか。こういう中途半端にぶった切ったジフが出回るのはなんでなんや。ロエ、これ現役時代の朝青龍でも吹っ飛ばされて死ぬレベルだろ。なら公園のやつなら勝てると思う。胴体に全力タックルしたら倒れるやろ。その後は知らん。この AA 使えば何でもおもろくなるからずるいわ。もののけ姫でありがち。組みついて首へし折れば一撃やろ。ヘラジカさんこう見えて気性荒いからな。カリブー。コロけたら起き上がれんや。跳躍力やばくて草。やっくるかな。ふわ。何飛んでんねん。なんやこいつは追っとんのか。ひとっ飛びかよ。半分浮いてるやん。もののけ姫かな。尊敬の合皮のやつやん。飛び方が気持ちいい。かっこよすぎるやろ。こんなん運転席で見たらしょんべんだわ。走り幅飛びさせたら世界記録更新しそうやな。やっくるかな。なんで危ないことすんねん。譲れや畜生。かっこいい。鹿せんべいで、若い交渉すればいける。鹿さん、お前らより賢い。お前らの想像の2倍以上は賢い。すごい。ワイなら初手で引かれてたわ。角ないけど鹿か。角がないのもいる。メス鹿はないんやで。一礼してて好き。これお辞儀なんか、落ちてたうんち食べたのかと思ったわ。かわいい。歩行者優先なのに止まらないゴミ。えらいえらい。ふん。ワイなら手を挙げて渡りたいことアピールするから。まさか鹿にまで自民はマウント取るんか。かわいい。有能。これは無理やろ。鹿に勝てなかった。鹿さんはお前らより礼儀正しい。ワイなら立ってお礼言えるで。奈良の鹿には修学旅行のしおり食われたから恨みがある。コロナで外出旅行出国自粛だった時は、肋骨浮き出てる鹿さんもおったな。悲しい。その辺にいっぱい草あんのに、そうなるってことは鹿せんべいジャンキーにでもなってたんかな。かもしれない。逆に外国人の旅行解禁された GW 時には鹿せんべいもういらんわって感じに目の前に出しても無視する鹿さんばかりだった。お前らは鹿にもマウントを取るのか。どんぐり214キロを鹿に。空自なら基地の自衛官がプレゼント。どんぐり燃料で飛行機は飛ばないのだろうか。何か気になる。うむわからぬ。すごく手間かかってるよね。よほどでなきゃできない。うよ。鹿せんべいはどんぐり味？味はなかった。鹿せんべいみたいなやわいもんばっかり食ってたらそのうちどんぐりも噛み砕けなくなるんじゃないの？奈良の鹿は鹿せんべいを持ってるのを見つけると凶暴になる。どんぐり214キロって何個くらいになるんかな？おはよう。鹿がどんぐり食べるって初めて知った。鹿せんべいしか食べてるとこ見たことがないからな。ワイのトイレ、犬に占領される。邪魔や？かわいい。鹿ね。ホームレスかな？紙食べてるで。犬とは、鹿やんけ？トイレットペーパー食ってるからヤギやろ。食ってなくてもヤギやろ。ずいぶんトイレ広いな。要介護者、家におるんか？凛々しい犬やな。トイレで書くね。ヤギやない鹿や。鹿ってやれ、なんちゃって。こんなんいたらちびるわ。うちの犬見てくれ、かわいいけど草。かわいい。クマ？かわいい。綺麗な目。ケワタン。鹿？猫じゃん。鹿に似てるね。なんて犬種？もしかしてなら？シーツについた足跡からして、犬に間違いない。飼ってみたいな散歩とかしてみたい。かわゆい。お耳が長いね。上皇、これは馬です。かわいい。美味しそう。バンビじゃん。美味しそう。うちの犬の方がかわいい。騙されてるぞ。コジカ、ワン。マジレスすると小鹿は人間の子供にそっくりな声で、ピエーンって鳴く。耳毛もふもふ。かわいい。なんて犬種？寄生虫に寄生された鹿。エグすぎてトラウマになるレベル。想像の10倍はやばい。怖いねー。寄生虫ではないんちゃうか。やんけ。モノケケ姫やん。言うほど鹿か？なんやこれ。ジャッカロープやん。ヨガヨなら、伝説の幻獣として伝記になりそう。こんなんより背中から臓器全部丸見えで、ビクンビクン脈打ち柄歩いてる鹿のがきしょかったわ。くっそキモい鹿みたいな外来種、キョン。千葉で繁殖中。お前らの想像の5倍はキモい。生態系を荒らすわよ。やれやれ。構造どうなってんだ。なおこの終戦は翼炎症を起こして腫れ上がる模様。なんなんやこの血管生物。初めて知ったわこの生き物。うまいらしいが取ったらあかんらしいな。結構キモかった。
虫とか海洋生物でこんな感じならまあいるだろうなってだけだろうけど、鹿でこういう感じだときついな。気上位定期。変な穴がキモい。確かにキモい。日本にいることが信じられないわ。確かに想像よりキモかった。ほぼ鹿なのに嫌悪感しかない。おえ？キモ。別世界の生き物みたいやキモい。地球外生物の間違えちゃうか？よく自然淘汰されずに生き残ってるな。こいつらしかもうるさいんよな。鳥肌やわ。絶滅コースで。マジで気色悪いな。鹿の完成度って高いんやな。なんでこんなやつ持ち込まれたんだ。なんやこいつ。ただの小さい鹿かと思ってたわ。角同士が絡まって片方が死んじゃうことあるのは知ってたけど、首がちぎれて、半分白骨化してるのはすげえ。へ。これバトルした後にずっと絡まってんの？呪いやん。どんな威力やねん。絶対強いわ。首もぎ取ってそのままか？ダークソウルにいそう。大型の馬くらいあるな。ユーラシアのヘラジカがエルクでアメリカのヘラジカはムースやん。何食って生きてるんや？カナダは車が小さいんやな。アルビノのヘラジカ。神様やんこんなん。角まで真っ白になるのがええな。これはガチで信仰対象やな。日本なら神様や。おつこと主やんけ。どちらかというと獅子神。それイノシシだぞ。白いから穴がち間違ってもいないような気もするがそいつちゃうで。氷河期の生き残り感あるな。普通の鹿でも引いたらしゃへこむのにこんなのと当たったらどうなるんや。エルフが乗ってるやつ。恐竜やん。この風格よ。強者感あるな。角が見えたあたりからめっちゃワクワクするな。とりあえず鹿せんべいをあげてみよう。ヘラジカって絶対足骨折しそうな見た目なんやけどバランス悪すぎやろ。日本大老は、オオスズメバチ、とかでええやろ。日本大老は柴犬？モンハンの世界やな。人間の力とか野生ではマジでゴミみたいなものやからな。ゴリラの平均。海外の鹿、ガチででかい。お前らの想像の2倍くらい。3倍くらいはでかかった。こんなんに出くわしたらもう森、入れねえわ。かっこいい。軽自動車くらいじゃ負けそう。どうせ雪の中ラッセル車みたいな走るあれやろ。ところがどっこい林の中を飛ぶように駆けるあれや。ヒグマより強いやろ。なんもなさそうな森でこの巨大維持できるのか。奈良の鹿が100匹相手でも無双しそう。奈良の鹿なんて信号待つことしかできん雑魚やん。枝にぶつからないのか。CG みたい。この巨体でこんな飛べるのかよ。こんな飛べるわけないやろ。ヘラジカやばいで。でかすぎ。でも雨宿りできるから。こいつに天敵とかおるんか？ノーバブルて。こやスマホ向けるわ。ヘラジカ VS クマ。この巨体であんな早く動けるとかおかしいやろ。なんで追いかけ回してんや。食うわけでもなかろうに。縄張りや。クマカッサー。視界に入っただけでその場で硬直することしかできなさそうや鹿だけに。こんなんちびるわ。自然って美しいな。クソデカ、ヘラジカを撃ち殺したアメリカ人。奈良公園とか宮島にいる鹿全部これくらいのサイズになってほしいわ。こんだけ動いて角が気に引っかからんの地味にすごい。日本の鹿。グー賢い。ヘラジカってでかいし筋力すごいし神の生き物やろ。北海道、2階のベランダに鹿さん突如乱入。いきなりベランダにこんなんおったら漏らすわ。ゲームの世界かな。角こっは。柔らかそうなケツ。立派な鹿やで。さすがに乗れんかな。仕方ないな。鹿でした。鹿さん、あまりの寒さで顔面が凍ってしまう。撮影者、仕方ねえ助けてやるか。優しい。どう助けてやるのが正解なんやろな。手でやるのは最低限な気がする。お湯かければええやん。ケツで草。鹿、うんこでねえ。あのままなら死んでたやろうな。体温大丈夫なのか。春までうんこできないねえ。どっちにしろ死にそう。鹿の喧嘩、やばすぎる。こらやばいわ。かっけえ。西部劇かな。これ日本の鹿と違って角生え変わりするタイプじゃないから。折れたら血が出て中の神経も断絶するからマジ命がけ。ずっと向き直すところすこ。陽キャやん。鹿？言うほど鹿か？ヌーカバッファローか。ヤギ定期。馬ちゃうか？朝から鹿の喧嘩見るようになったらおしまいだよ。兜合わせやんけ。作法があるんかな。これの間に挟まって両腕で角を押さえたらかっこええやろな。これヘラジか？モンスターやん。モンハンの実写かな。鹿の親子、入店拒否される。くさ。かわいい。お辞儀してて偉いね。こんな童話あったな。鹿さんは礼儀正しいのに、人貸す態度悪すぎない？誰のおかげで観光客が来てると思ってるねん。淑女やな。鹿がお辞儀するのは突撃の意思表示つまり餌くれなきゃ角でつくぞって脅しとる。こっは。マジ？奈良県民やが礼すれば鹿せんべいをもらえるって芸を覚えたんやと思ってたわ。
せんべいクレメンスって意味だぞ。人間どつくほどバカじゃない。あそこ押せば、開くってわかってんのか、賢いな。鹿せんべいよこせ。こいつらコロナで観光客減ってせんべいもらわれへんから、こうやっていろんなとこ行って催促しとるんやで。さすがの奈落降りて。修学旅行行った時に鹿がお辞儀しながら寄ってくるの恐怖だったな。あいつら人が餌くれるもんとしか認識してないだろ。わいならお辞儀した上で入店拒否の理由といただすけどな。想像以上に上品なお辞儀で草。